春雄一郎、7番の平田隆明にして、6番の斉藤和重が中段の4番手、あとは4番の桜井と群馬で中段です。2番の柏木慎介、現在は6番手、つけては石井武史です。3番の高木が8番手からアクションを起こしていきます。3番の高木と8番の松村淳二、近畿勢がスーッと上げてきました。さあ、さらに上がってきた。ちらっと振り返った1番の石丸。石丸はすんなり引いて、現在こうなりますと中段です。さらに外を2番の柏木が行きました。柏木慎介先頭、2番手は9番の石井武史、南関勢後ろから1番の石丸がかますような感じで先行でしょうか。1番の石丸博之が先行です。5番の前反雄一郎番手、その後ろは平田が切れて、2番の柏木慎介がうまく3番手、あとは9番の石井武史です。後ろ大混戦、6番の斉藤がまくったんですが勢いが少しありません。先頭は1番の石丸、番手絶好い5番の前反り、あとは2番の柏木です。直線に入りました。石丸先頭だ。5番の前反り雄一郎か、前反りです。外は2番の柏木。5番